はい、三沢貴則のなるほど株大学、本日も始めていきます。本日はですね、ちょっとパワーポイントでねスライドを作ってみました。これ何かというとですね、信用取引をしなくても、下落相場で利益を取る方法っていうのをちょっとね解説していこうかなというふうに思います。タイトルはですね、書いてある通りで、ダブルインバースとかブルベア、日経平均に連動していない銘柄というのを探していければいいよっていうような流れですね。これどういうことなのかっていうのをちょっと具体的に説明していこうかなというふうに思います。で、本日はですね、この信用取引をしなくても、下落相場で取れる方法っていうところで、一番有名なところではね、ダブルインバースっていうのがあります。でダブルインバースって何かというと、チャートでちょっとね、お見せしていこうかなというふうに思うんですけれども、ダブルインバースっていうのは要は日経平均の、全く逆ですね。全く逆のことを指します。で例えば、今これね、ちょうど日経平均株価をねこうやって写しているんですけれども、ここにですねダブルインバースというふうに打つわけですよ。ちょっと番号忘れちゃったんですけど、ダブルインバースってやるとですね、1357かで1357ダブルインバースっていうのが出てきます。でこれ何かっていうと、日経平均とほぼ全く逆の動きをするっていう、銘柄ですね。簡単に言うと、日経平均が下がったら上がるよとで、っていうような感じです。なので、ちょうど、この2020年の、2月から3月にかけてって、すごいね、暴落した時です。要は日経平均でいうと、この部分ですね、大きく下がってるわけですよ。実際この時って、最大で約7、8000円ぐらい下がっているので、でこんだけ下がってるっていうことは、要は、こっちのチャートだと上がっているっていうね、そういうような現象が起きます。でこれはもう当然現物買いで買うことができるので、こういうような銘柄をまず、見ていくっていうのが、一つですね。要は下落時でも、その現物買いだけでもちゃんとね、買っていけるよっていうような銘柄の一つになります。で、二つ目はですね、ブルベアっていうところですね。これブルベアって何かっていうので、ちょっと、参考資料ってわけじゃないんですけど、ちょっとホームページで分かりやすかったのがあるんで、ちょっと持ってきました。これ新生銀行が出しているものなんですけど、要はファンド型のものですね。で、ブルとかベアとかって何かっていうので、よくわかんないこと書いてあるんですけど、この辺がすごいわかりやすいかなと。要は、どっちだっけな、ブルか。ブルっていうのが、要はその日本株が上昇すると基準が価格が、上昇するもの。で、対してベアというのが、日本株が下落すると基準価格が上昇と。要するに、ベアのものっていうのは、要はその下落者、日経平均が下がったりとか、相場が下がったりすると、自然的に上がっていくもの。っていうような感じで思っておけばいいです。ブルに関してはもうそのままね、日経平均が連動して上がっていくよっていうような感じなんですけど、ベアっていうのが、要は下落したら、通常一般的に世の中の相場が下落していったら上がっていくものっていうような流れになっていくよってところです。これもね、実際に、チャートちょっとね、見ていこうかなというふうに思うんですけれども、例えばですね、これも、ベアとかで検索してみるわけですよ、ベア。で、そうするとですね、結構いろんなものが出てきます。例えば結構ね、銘柄だけでも出てくるんですよ。で、例えば、じゃあこれにしてみましょうか。日経、ヤマト225ダブルベアっていうやつですね。で、これも ほぼほぼさっきの、ダブルインバースとね、同じような動きにはなるんですけれども、こういうような感じでですね、日経平均とかが下がったり、相場が下がったりすると上がるものっていうのがあります。だこういう信託系のものっていうのを買っていくって、ファンド系ですね。ファンド系のものっていうのを買っていくって、要は現物だけでも売買していくことが可能になるよっていうところになります。で、他にも、買い方っていうのはいろいろあるんですけれども、一つはやっぱ個別銘柄っていうのも一つ見ていっていただければいいかなと。例えばちょうどこの時期ですね、ちょ2月から3月に対してはもう大きく下落をしていました。ね、下落をしているっていう相場です。で、じゃあ日経平均が下がっていれば全ての銘柄下落してるかって言ったら、そういうわけでもないんですね。で、中にはやっぱ上昇しているものっていうのもあります。上昇しているものですね。例えば、ほとんどがやっぱ下落していたりはするんですけれども、中にはですね、上昇していく、いるっていうものもあります。これはもうチャート見れば一発でわかるので、私はこの時の相場っていうのは、大体みんな同じようなね、感じで下落しているはいるんですけれども、
例えばこの江崎グリコっていうのもそうですよね。なんか下落が大して下落しないで、まあ、上昇しそうだなみたいになってたりとか、なんだろう、この銘柄、まあ、ヤクルトっていう銘柄は下落が大したことなくてそこから上昇していったりしてるんですよね。だからこういうような感じでですね、日経平均と全ての銘柄が連動してるわけではないというようなところです。なので例えば信用取引が怖いなと思ってる人でも、実は現物だけでも全然ね、そうやって下落相場でも戦っていくことができるよっていうふうに思っていただければすごいいいんじゃないかなというふうに思います。ってところですね。まあ、なので、まあ、シンプルに、なんだろう、まあ、株価って本当はね、空売りってできた方がいいです。間違いなく、その、まあ、空売りが怖い、信用取引が怖いっていらっしゃると思うんで、で理屈が分かってしまえば、別に怖いってこともないし、実際やってみたら全く怖くないんですよ。長期保有さえしなければ。正直、1日2日の売買だったら怖いなんてことありえないので、心理的なストレスで嫌だなと思っている方は、現物買いでもこうやって、下がってる時に取っていくっていうやり方っていうのは、いくらでもあったりはします。まあ、そういうのを決意を、やっていくっていうのは、すごいありかなというふうに思いますね。まあ、なので結論から言うと、要は現物取引だけでも勝っていくことはできます。できるので、まあもしね、下落相場とかになんかぶち当たった時に、あ、こういうような買い方あったなって思い出してもらえれば、現物だけでもですね、わざわざ信用取引やんなくても勝っていくことっていうのは実際可能になるよと、まあ、そういうふうに思っていただければいいかなというふうに思います。ということでですね、まあ、今回はですね、まあ、信用取引、まあ、信用取引をしなくても下落相場を取っていく方法っていうのを紹介しました。まあ、参考までにですね、まあ、次下落相場とか来た時にですね、ぜひ取っていけるような感じにしていっていただければいいんではないかなというふうに思います。はい、ということでね、まあ、こういうような動画も撮っていこうと思いますので、まあ、この動画ね、良かったなと思ったら、ぜひね、いいねボタンを押してください。またチャンネル登録もぜひね、よろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。最後までご覧いただき、ありがとうございます。チャンネル登録もお願いします。LINE アット、Twitter、Instagram のフォローもお願いします。それでは、またお会いしましょう。